どれかな、こう見せる方がいいかな、こんな感じでつけれるようにして柄を合わすように作ろうと思ってます。ここまでこう、ダイヤモンドのステッチが入るんで、ここの上にステッチを同じように入れて顔を使ってあげようと思ってしようと思います。一旦こんな感じかな。これで最初からの流れが順番にこうつながっていってると思います。これで次は完成を楽しみにしてください。はい、で、こんな感じに仕上がりました。全然変わったでしょ。最初のビデオからすると、動画からするとこんなに変わりました。ここに来るまでちょっと長かったんですけど、だから動画の撮影も間が空いてしまってるんで、何を喋っていいのか、一番最初喋った時にはコロナというのがなかったんですが、ここ1ヶ月でコロナがすごくこう影響が出てしまったんで、一応こんな形で出来上がりました。最初のしたらこれを YouTube を、連続で流します、最初の、こちらに来たシートの状態から、あんこ作って、向こうに送ってあんこやり直してあんこを作って、で最後にこのものの皮を、これが出来上がった完成品の前の、動画までを一つの動画と、この動画から、ちょっと前つなげて、2回に分けて動画を出すようにします。でこんな形で、ご注文いただいてたものを作りました。皮も、お客様の喜んでいただけるように皮とで、洗濯していただいた皮を使って、こんな感じに作り上げてます。どうかな、ほらかっこいいでしょ。で、まあ、これでちょうどお客様の、オーナー様やね、オーナー様のその尻、お尻にちょうど合うような形に作ってます。で、フェンダーの上にこのシートに合わせてフェンダーリグをこんな感じかな、こうやって作ってほしいと、紙に書いてたやつがね、こんな形でできます。これでほら綺麗に合わさった形になるでしょ。こうかな、こうつくからこんな感じかな。ここまでの一連のね流れをこれで見ていただければ嬉しいです。で一台一台だから、シート張り替え、シート作ります、あんこ抜きしてください、はい、ほいやりました、こんな形です、これですっていう感じじゃなくて、トライドの場合は、せっかく作るんやから、僕らは、お客様のために、そのオーナーさんのために作ってるんで、そのオーナー様が喜んでいただけるようにしようと思って動いてます。だから一台一台ああいうこんだけ手間を暇かけて、たったシート一つでも、細かく聞いて、ご要望を聞いて、で、あんこを作って一回送って、座っていただいて、もっとこうしたいああしたいっていうのを細かく聞いて、皮をも一緒に選んで、で、必要なものを全部合わせてっていう、本当に細かい作業を作ってます。だから回転率から言うとむちゃくちゃ悪いです。でもお客様にとってはそれが一番いいと思うし、僕らもそれの積み重ねなんで、お客様が喜んでくれはると思います。オーナーの王さんね、王さん、遠方からありがとうございます。その王様も遠方から一度来ていただいて、それからはもうただシートを送っていただけるだけで、ここまでのものが出来上がります。一緒に作ってるっていう、こうなんていうかな、気持ちであったり何かが伝われば一番嬉しいですね。それとちゃんとね、今回も中ゲル入れてます。だからここの部分がどうしてもね薄くなるんで、中にちゃんとほら、あ、こう上上げたらこんな感じで、ほらちゃんとゲルをちゃんと入れてるんで、硬さがだいぶ違うと思いますね。で腰で当ててこうバックとかされるんで、ここ腰はしっかり作ってます。ここが一番しっかりできてて、でこの部分サイドほらこんなに柔らかいで、真ん中の長距離走ってもこの真ん中が柔らかいようにゲルを入れてます。こんな感じかな。はい、これで一通りのそのシートの流れを、出しました。
いかがでしたかね。少しでもね、どんな作業をして、まあその作ってる作業はお見せすることができないですけど、どういう気持ちで、向き合ってるかということだけは伝わってもらったら嬉しいかな。あ、それと当初のあのシートのね、裏とかと見比べて、ほらこんなに後ろも綺麗にしてる。これもともとほらラペラのシートやったんですよ。このラペラのシートがこんなにも変わります。ベースがあればね、あの僕らは何とでもできるんで、よいしょ、はい、以上、ワンフーシート、ワンフーフェンダーリブの、制作過程の一連を、お見せしました。シートでお悩みの皆さんは、いつでもご連絡ください。きっと、ご希望に添えるかな、あの努力します。でも満足していただけると思います。そんな形です。以上、いつも応援ありがとうございます。